こんにちは、バスクラリネット奏者の山木志穂です。今日は私の住んでいるドイツ、ベルリンのアウトドアショップ巡り、そしてイーストサイドギャラリーを訪ねるお散歩をしようと思います。ぜひ一緒に歩いている気分で見ていただけたら嬉しいです。この日私が訪れたのはクロイツベルクと呼ばれる方面です。私の住んでいる西側と比べると街の雰囲気は雑多な感じがします。こちらでは折り鶴を発見。折り紙はドイツやアメリカでも親しまれています。以前ニューヨークでインプロビゼーションのセミナーに参加した時、参加者のカナダ人の女の子が、私鶴作れるから友情の証に作ってあげると言って折り鶴を折ってくれたことがありました。そしてこれはおなじみ縦列駐車。この石畳を見ているとドイツらしいなというふうに思います。ハイヒールだとなかなかね歩けないので、だんだんとスニーカーやブーツが多くなっていきます。そしてやってきました、本日最初の目的地、アウトドアショップのワイルドフットストアです。こちらは実用的、そして少しおしゃれなアウトドアグッズがたくさん置いてありました。外からの雰囲気もとても素敵ですよね。図鑑やキャンプ、バンライフ、アウトドアについての子供用の本なんかもあったりして、あとは子供がねお料理できるようにアウトドアのナイフ、子供用のものも置いてあったりしました。ワイルドフットさん主催のクライミングツアーなんかもやっているそうです。可愛い小物もたくさんあるので、少しアウトドアに興味があるなという方も、本格的に取り組まれている方にも、そして親子で来てもとても楽しめるショップさんかなと思います。ではイーストサイドギャラリーに行く前に腹ごしらえをしようと思います。ドットさんと呼ばれるカフェにやってきました。ベルリンのカフェはどこもだいたいベジタリアンメニュー、ビーガンメニューが置いてあって、この日私が頼んだものもベジタリアンで、かつグルテンフリーのメニューです。とっても量が多くて食べきるのが一苦労ということもしばしば。でもね、持ち帰りやすいように必ず持ち帰ってもいいですかと聞くと入れ物をくれて、それがフードロスにもつながっているようです。日本でもできるのかな。腹ごしらえを済ませてやってまいりました。こちらはシュプレー川という川にかかっているオーバーバオム橋です。この橋を越えると 1.3 キロにわたってアート作品が描かれるイーストサイドギャラリーに到着します。ここは地下鉄の駅にもなっていて、人や自転車が通る道の上は電車が走っています。ウーアイン、そしてウードライというね電車が走っていて、ベルリンの黄色い可愛らしい地下鉄なんですが、ぜひね皆さん後で出てくるので見てみてください。ラン・ローラ・ランというドイツを舞台にした映画にもこの橋が印象的なシーンで使われているようです。とても歴史を感じる場所。外から見るとこんな感じです。そしてオーバーバウム橋を越えてイーストサイドギャラリーに到着しました。なんとアートを見る前にその落書きの多さにびっくりしてしまいます。
後で登場しますが、特に有名なのが男性2人のキスを描いた兄弟のキスという作品です。描かれているのは旧ソ連のブレジネフ書記長と旧東ドイツのホーネッカー書記長。これは実際に東ベルリンで撮影された彼ら2人の写真をもとに描かれたそうです。同性愛やセクシャリティとは全く関係がなく、キスはロマンティックなものではなくて共産主義の政治文化の象徴だそうです。旧ソ連と旧東ドイツの密接な関係を皮肉して描かれているそうです。やってきました兄弟のキス。やはりね、この周りはとても人が多かったです。私はベルリンイコール多様性を受け入れる街というイメージが強かったので、国籍やセクシャリティを問わずあらゆる人々への歓迎を意味している絵なのかと思っていたのですが、このような歴史があると知って驚きました。これは中でも有名な作品たちを載せた宣伝カーのようなものでしょうか。とても可愛かったです。絵自体に落書きをされてしまうことも多いようで、もちろんね、綺麗にはされているんですが、落書きというのをできるだけなくしてほしいなというふうに思いました。はい、有名な作品たちのマグネット、かわいいですね。マグネットが売ってます。そしてベルリンの壁のかけらも売っています。今回はお土産も含めて5つのマグネットを購入しました。ちっちゃいマグネットが4ユーロでした。3キロにわたって続いてきたアート作品ももうすぐ終わりかと思いきや、なんとですね、この壁の裏側にはじゃん、もちろんアート作品もあるんですが、オフィシャルではない落書きがたくさん、もう見えないところまで続いていました。シュプレー川の川沿いはですね、この壁がずっと広がっているんですが、観光で来る人はもちろん、川沿いでのんびりする人もたくさんいて、ベルリンの人々の生活に根付いている場所なんだなと感じました。それではバスに乗って本日2軒目のアウトドアショップキャンプ4へ向かいたいと思います。以前もね、動画に出しているんですが、ドイツのバスは中が広くてベビーカーの方や車椅子の方も乗りやすい作りになっています。そして USB ポートなんかもついているので、ちょっとした作業もできてしまいます。それではしばしドイツの街並みをお楽しみください。Thank you.
この路線バスはちょうど今日歩いてきたイーストサイドギャラリーの横を通るバスでした。近くで見るのと街の景色に溶け込む前景で見るのとまた違った印象になって、面白いなと思いながら見ておりました。やっぱり兄弟のキスのところ一番人が集まっていますね。そして到着しました。こちら私の大好きなアウトドアショップキャンプ4です。ドイツのアウトドアショップは実店舗よりオンラインが主流なようなのですが、こちらのキャンプ4さんは店舗での販売も充実しています。日本で品薄だったり高騰しているものもこちらでは普通の値段で置いてありました。減ってるね。本日最初の目的はこちらのカップ。私はキャンプ初心者なので一つ一つ吟味しながら自分が大切に使えるものを探しているのですが、前回キャンプ4に来た時に6色展開していたこちらが気になって戻ってきてみたのですが、この日来たらなんと2色になっていました。ミリリットル表示とオンス表示どちらも載っております。個体差があるのでゆっくり選んでいるものの、はい、悩みすぎですね。材質が違うので2つのお値段も少しずつ違っていました。なんでだろう。他にも日本で見たことのないドイツのブランドや北欧のブランドのキャンプグッズ、アウトドアグッズなんかもたくさんあります。まだ悩んでますね。はい、ついにこの子に決定しました。満足しているようです。この日はいくつか他にも物を買ったんですけれども、こちらペトロマックスのパラフィンオイルも購入しました。その他にももろもろ必要なものを購入して、ルンルンと嬉しい私。アウトドア好きの方はぜひキャンプ4さんのウェブサイトも見てみてください。ということでもう日が陰ってきたので、最後はブランデンブルク門の夕景を見ていただいてお別れしようかと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。またドイツ四方散歩お楽しみいただけたら嬉しいです。楽しんでいただけましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた会いましょう。